準決勝の第2試合、鹿児島の柏木、そして大阪の岩堀、柏木六段と岩堀七段の対戦です。岡さん、両選手が市内の先をこう小刻みに振ってますね。はい、これは教えの中にあるんですか。はい、そうですね。宮本武蔵の五輪の書の中にもやはり、市内は赤礼の斧ごとく振れとこう言っておりますので、やはり、調子を測る上においてやっぱり同じ動作で振ることは良くないですけども、やはり自分の調子でもって微妙に振って相手の調子を測るってことは大切なことだと思いますけど、応じて返しました柏木の面。メガネの奥にメガネが光っているのが柏木です。飛び込んだのは岩堀。今の面いかがですか。ですね、打ち切ってませんからダメですね。ていきましたが、引きながらの技。背中の岩堀は全日本選手権はこれで5回目になります。担いでから面に行きました。担がれると相手はどうですか。ちょっとひるむもんなんですか。そうですね、面へ来るか固定へ来るかどこへ来るかちょっと一瞬わからないという気がありますので、まあ、今の場合はやや裏から払った感じような感じですね、はい、さあどうでしょう。岩堀、岩堀が1本を取りました。白岩堀選手の面が入りました。柏木の面に対して岩堀は胴で返しましたが、これは不十分です。
さあもう残り時間がありません。岩堀が有利。日本選手が原則ですが一本でも構いません。これで時間が来ますと岩堀の勝ちですが、今の面はなりません。柏木の反撃、残り時間ほとんどありません。鐘が鳴って岩堀が柏木を下しました。決勝進出、長子七段の大阪府警の岩堀が柏木を下して決勝戦進出です。岩堀伊藤選手の勝ちがありました。さてその面をこれですね、そうですね、面を渡ってもう一度 裏から回してきて、はい、そしてさらに面といったわけですね。そうですね、要するに固定打つような顔をして固定打つわけですね、はい、それで打たないで面いったわけですね、はいはい、面を打つ渡り、固定を打つ渡り、そして面ですか。そうですね、だから3段打ちになるわけですね、打ちとしては3段打ち、ね、はい、ただ打ってないわけですね、虚で打ってるわけですね、虚で打ってる、はいはい、で相手を誘っておいて最後面で決めたと、こういうような技だと。私先ほど足を割ったのは亀井とご紹介しましたが、この岩堀選手です、はい、足を割るほどに調子がいいというふうにも語っておりましたが、腰勘定をすると具合が悪いのでもう無心で行きますと、どの剣士の方に聞いても、まあ、皆さん無心で行くという答えをですね、されるんですが、その決勝戦、今勝った岩堀そして亀井という対決になりまして、熊本県警の亀井と大阪府警の岩堀の対戦、今年もまた警察官の優勝は確実になりまして、去年に続いて警察官同士の決勝戦。